好きなジャニーズグループをトップ10を当てましょうやということで、どこが T です、アツどうも、アルカジですメガランデヘドマネダスですということで、ランキング系いろいろやってきてますけども、ジャニーズグループの方もちょっとやってみようかなと任せてくださいよ思います。毎回使わせていただいているみんなのランキングから、投票された結果をもとに、ランキングトップ10をさせていただこうかなという感じでございます。今回のルールはトップ20のグループをこれから送るんで、その中から自分でトップ10だと思うランキングを作っていただいて、それが何個当たるのかっていうのでやっていただこうかなと思います。あの何移動してんのよ、ルール説明してんのに。ごめん、いや後でいいやん。すいません。何の話だっけ、何なん今の、マジでめっちゃ腹立つわ。めっちゃ何今の、ごめん今の、何今の、ごめん、ちょっと俺もうだって反応できてないよ今、見返しとかみたいな。ごめんなさい。投票参加者数はですね19,259人、そして投票数は93,577ということで、いや俺結構自信ありきるよ、バチッと当てていただこうかなって。マジか、やばい、10かという感じでやっていきたいと思います。しゃ、全部知ってるといいな。知ってるでしょ。いやでも20になると。7面侍とかさ、えハイハイジェッツとか、あトラビスジャパンとかさ、この20組ですね。少年忍者とか知ってるし。まあなんか、まあそこの中から、おい A グループいるじゃねえかよ。A グループいんのかよ。なんとトップ20に入ってきてます。マジかよ。なんで1位かもしれないっす。 A グループ来てんの。可能性はありますから。あのビックスみたいなやつ。そうそうそう、ダッシュ島とかに、ね、時々出てるビックスってもうドレイクルのビックス。いや俺これ任せてほしいな、マジで。おと言ったんですけども、今このラインナップを見てちょっともうフラフラしてます。いや意外と難しいと思うんだよ。いやまあ普通にね、もうね、A グループって感じは。いやどういうこと。ちょっとわかんねえな、やっぱりでも。マジで普通にわかんねえわ。ああ、A グループがね、1位な可能性は全然あるわけですし。 A グループね、だって A グループなわけだから。 A だもんね。 A グループ、 A グループ知ってるの。じゃあね、いや、全く。ちょっとやべえ、許しといてやるわ。はぁ、ありがとうございます。本当に分かんなかったね。僕のリアクションヒントなんていうのもね、大ヒントもありますから。出た、全然分かんないやつだ。アルカリはもう勝ったと。できてます。略称はセブンメンか、サムライって呼ぶんだ。おっ、かぶんなよ。さあ、じゃあね、皆様迷ってるということで、僕のリアクションヒントいきましょう。やるんかーい。やりたかった。ちょっとこれやるんかーい。ちょっとこれやらせてよ。これでね、変わるかもしれないですね、はいはい、考えが。1位、おー、なるほどね。おー、2位、おー、3位、おー、なるほど。4位、おーい、5位、おーい、6位、うーわ。いや、うわ、いやー、つえなっていう感じ。7位、ふわー。8位、9位、おー。10位、うーいったねー。いや、ちょっと待って、やばいぞ、やばい。お、やばいぞ、マジか。変わった。もうちょっと待って、それは困るんだよな。でもここで3位もう一回出してください。3位、ちょっとさっきと違うかもしれない。ちょっと覚えてない。ちょっと、しごいもらっていい。しごい、すごい。さ、4位ね。はい、うえだよね。5位、うえ、待って、これ俺5位違うわ、絶対。じゃあ10位が俺違うかもしれんわ、それだと。嘘でしょ。マジそうなのか。いやー、でもどうなの、これ間違ってんのか、やっぱ。ここでどうなるか、意外と波紋を生ます、リアクションヒント。なんで無線。6位くらいからくんね。6位くらいから、6位、うおー、つい。7位、うおー、
え、ハチュウ。キュウイ。はぁ。ジュウ。いったねー。いったね、いったね。いったね。いや、でもこれ違うか。わかんない。いや、リーグ、注意がすごい思わせぶりなんで、俺の中で。なんだか、ね、いや、でもちょっと待ってくれよ。3位は3位、3位は3位。なんか、やばい。3位もっけくんで。3位。うわぁ。もう本人も分かんなくなってきてる、絶対。アルカディアから出していただきますか。え、ちょっと本当にちょっと難かったんですけど、むずいでしょ。1位嵐、2位キンプリ、3位関ジャニ、4位スノーマン、5位ストーンズ、6位セクシーゾーン、7位キスマイ、8位スマップ、9位ジャニーズ WEST、 10位なにわ男子。おお、なるほどね。関ジャニが5位だったんだけど、うん、多分関ジャニ5位でウェイってガッティがならなそうだなと思ったんで、はいはいはい、俺の人としてじゃあ4、5位はでもウェイだからここなんじゃない。あ、はいはいはい、本当は3位と4位だったの。おー、なるほど、ね、ストーンだったらウェイになるでしょって思ったから、関ジャニを3位にした理由はなんかね、関ジャニめっちゃ人気あるって話は聞いたことあるんだよ俺、うん、そうだから、じゃあ3位なのかってそのおーが、なるほどねっていうのと、いったねーは何は男子じゃないって思った。あー、いや、やっぱそうなるよね、やっぱそうなるか、うん、うわー、でも8位ぐらいにスマップ、やっぱなんだかんだ根強く残ってんじゃねえかなっていうのと、なんかここは俺的に硬かったんだよな。おー、なるほどね。セクシーゾーンとキスマイが6、7位はもう分からんけど、これだと思います。なるほどね、はい、おー、ありがとうございます。8位そうなるのか。じゃあ、ちょっとお願いします。もう自分の分かる範囲でパッてやった感じですけど、1位嵐、2位スマップ、3位 V6、 4位キンキキッズ、5位 TOKIO、 6位カトゥーン、7位平成ジャンプ、8位関ジャニ、9位がキンプリ、ジェイストーンズ、うーん、っていう感じですね。マジか、かなり全然違うわ。違うね、やばい。ウェイっていうのは、まあ、単純にこう昔からこう根強くいた人たちというか、うんうんうん、そういうのでのなんかやっぱ入ってるかみたいな反応かなっていう読みにしました。柄にもなく緊張する。スマップとか嵐はもうとりあえずっていう、そう、強いな。俺はやっぱ若者の力じゃないかなと思っちゃったな。じゃあ正解発表いきましょうか。お願いします。お願いします。さあ、じゃあ10位から。これ10位 A グループの可能性あんだこれ。いやーね、ゼロじゃないから。あ、そうなんだ。第10位はなにわ男子。しゃー、えい、いったねー。これは絶対もう俺でも最初からなにわ男子だった。おー、10位やすげー。だからもうあの合致したの。あ、来た、ウィゴーしたんだよ、完全に。ウィゴーした。恋は暇じゃないさ。やっぱ人気ですよ。出会ってしまった君は太陽ってね。覚えてんな。イエーイ。じゃあ9位お願いします。じゃあ9位はジャニーズベスター。お、当たった。踊ってる。いいっすね。強すぎないこれ。俺やば。カンニング疑惑出るよこれ。いや確かに。当然期待が高まる。これやばい。なんか8位はちょっと俺賭けたんだよな、スマップなんだよ。なるほど。当てたいな。第8位は関ジャニ。おお。うわー。よし。すげえ。さあ。関ジャニ当たってる。当たってます。いいっすね。さあ、潰れました僕の。もうなんか出すと関ジャニにいそうな感じしますからね。どういうこと？ベースでね。丸山な。マリアムから。マリアムベースだった。マリアムバカうめえから。あ、そうか、やべえ、平成ジャンプ入れてねえじゃん。あ、それがどうなるか。やべえ。まあまあまあ、わからんからな。わかんないですよ。じゃあ、第7位。はい。平成ジャンプ。平成っしょ！うわー、すげえ！やったぜ！お、今のところ、いい勝負。第6位は、スマップ。うわー、そう、うわー、ま、もうちょい強かったか。 SMAP が強かったですね、やっぱり。俺自信あるよ、ここ関ジャニ以外は正直。 お第5位はストーン。きしゃー、いや、嬉しい。いや、でも絶対強いから、ストーンさん。まあ、そうですね、勢いありますよ。第4位はスノーマン。よし、まあ、ここはね、まあまあ、かなりヒント出しましたよ。ちゃんと聞いてんのってここじゃん、がっつりね。そう、うん、で第3位、はい、第3位はセクシーゾーンでございます。3位かー、クソ舐めてたわ。やっぱそうだよな。で6位だもん。舐めてた。セクゾでございます、ね、セクシーゾーン舐めてたわけじゃないけど、だから結果的に舐めてたってことになっちゃった。あー、いやだからね、人気なのは分かってた。じゃあ第2位いきますね。第2位は
King&Prince。 よし、おー、まあめちゃくちゃ人気ありますからね。そのストーンズとかスノーマンのメンツもそうだけど、どのグループになりたいかってさ、キンプリってことだよね。じゃあ第1位は嵐でございます。よっしゃー、かっこ悪そう。俺の中で1位嵐、2位キンプリはもうガチガチ。くっそー、悔しいよ普通に。そういう感じでございますね。で、10位以下は、11位カトゥーン、12位キンキキッズ、13位 V6、 14位キスマイフット2、15位 TOKIO、 16位ニュース、17位美少年、18位 A グループ、19位光源氏、20位トラビスジャパンという感じでございますね。さあ何問当ててましたか。俺なんと6っす。6、いいな。3。そう、おー、いいじゃないですか。3です。いいじゃないですか。頑張りましたね。いやー、本当にめっちゃ6は嬉しい。いや、すごいよ。すごい、うん、俺はちょっとなんかセクシーゾーンをちゃんと見れてなかったってことだ。なるほどね。これはちょっと申し訳ないわ、普通にセクシーゾーンのファンの人に。いやセクシーゾーンは息してるイメージしかもないもん俺。息してるイメージ、あれなんかシーハーハーみたいな感じ。それキスマイ